さあこの運命を断ち切る、そんな戦いが始まる。今なんかよくわからんエリアができたけど、これにかけるしかない。何かがキラキラと光っている。じっと見つめる。そっとしておく。これに触れる。見つめよう。眺めるか。何もないんかい眺めても何もないんかい。とりあえず触るしかないか。触れる。何？やり直しっていうことを知らん。知らん。あ、まさかメロディ、こいつが流しとったメロディ通りに順番にみたいな感じ。そういうパターン。もう一回聞かせろ。あ、4つに分けられとんな。4つに分けられとるけん、これを順番通りにってことで、眺めるっていうのは聞くってことだったんじゃ。あ、ちゃうわ。4つに分けられとんね。4つの選択肢があって、それとこの小鳥の曲と同じメロディーを選べってことで、違うっていうのは派生だったわけな。あと3択。俺音感ないのに。違う、これちゃう。違う。デリデデリデデ、なんか4つ目の 音符がなんか変に高かった気がする今。違う、これじゃないわ。これっぽい気がする。もう一つ聞いとこう。違う。二つ目から違う、これ。二つ目から違うぞ、これ。でてって言ってんねん。なんかおかしかった。おかしい。これだ。これだよ。触れる。よっしゃー。なんか出てきた。え？これ、いつずやに食ったやつじゃん、今。なんで出てきたん？フェアリー。ザ・フェアリー。ザ・フェアリー。フェア、フレレン。なにそれ。え、隠し通路こんなとこにあったの？え、こっから出ていったんじゃ、ベル。さては。はしごがある。どうやら地下へ続いているようだ。こんなところに地下があっただなんて。ベルがたまにいなくなるのはここにいたからなのかしら。前からここに来とったんじゃ、ベル。何がある？まさか青鬼がたくさんおるようなあの部屋みたいなのがあるんじゃないだろうな。え、今のは何だったのかしら。ごめん、話しとってちゃんと見てなかった俺。なんかのシーンが流れたんやな。なんこれ BRYPGW。 なんこれ気になるけんちょっとメモっとこうか。なんかわからんけどとりあえずメモっといた。パスワード、なんかのパスワードなんかな。なんこれ、あ、並べ替え。なんかおそ松さんみたいなカラーになってるやん。おそ松さん城はおらんぞ。城なんなん、何松や。城は城松とかおるんか。ちょっと待って。知らん。黄色の本ね。あとはどの本を入れよう、変えようかしら。入れ替えるパターンのやつじゃ。ちょっと待って、ちょっと頭なんか整理させて。まあ、とりあえず全部調べて、あ、これ調べたわだ。あ、探索部屋になってるやん。探索系のゲームになってしまってる。これもやって探索系やったけど、ちょっと落ち着かせて。もういろいろありすぎて。なんもないん？なんもない？来てないだな、ぐらいか。で、こっち側に道とか、ないな。とりあえず声とかなあかんのじゃ。おそ松さんの並びをちゃんと入れ替えんかったらあかんのじゃ。文字になっとんよな。この文字の順番をちゃんと並べ替えろってことだろ。ゴーストじゃないんこれ。なんかゴーストって並べ替えたらできそうな気がする。知らんけど。青いって文字だけ一緒に見ようか。ゴー、あ、黄色と紫かな。黄色、紫、ごそう、なんかちゃうちゃう。ちゃうな。
ことない、緑じゃないな。緑と、待て、ゴース、ゴー、あ、なんかちゃうな。すいません、もう、わからなすぎて、もう攻略サイト見ちゃった。なんかさっきメモした、6文字のアルファベット順、アルファベットが、この色の頭文字になってるらしい。例えば、メモを出してこようか。これ、B ってあるけど、この B 点がブルーの B やし、R ってレッドの R らしい。その通りに並び替えろってことやらしいね。つまり、ブルーはこのままでよかった。緑と、赤。で、ピンク。ピンクか？これピンクなん？紫かと思ったらピンクなん、これ。トドマツかと思ったら。ちゃん、え？ピンクがトドマツ。もういい。もういい。とりあえず、あれか、黄色とピンク入れ替えろってことか。ちゃん、紫やんよ。もういい。もうよくわからんようになってきた。とりあえず、黄色とこの紫入れ替える。イエロー、P、次 P、P なんだ。P 何？ P ってあったけど、グリーン、ホワイト。ん？やっぱピンクのピン、パープルや。紫、パープルやん。P やん、紫も。グリーン、ホワイト。いや、このままじゃ、これでいい。これでいいんじゃ。ちゃう！赤ちゃう！ちゃう！黄色と赤。これでいいんだ。よっしゃ、これで、これでいい。よっしゃ、開いた。何やら音がした。あら？ Go to source。どういう意味？どこに行くって意味なの？ソースって。文章になってる。Go to source だったんじゃ。ソースってどういう意味か知らんけど。カツにかけるあのソースしか思い浮かばんけど。とりあえずこっちに行こう。何が開いたんだろう。カチって、おい、何かが開いたような音したけど、え？ん？なんかある？なんもないじゃないか。なんもないじゃないか。こら、え、上になんかできたん？え、なんもないけどな。で、ちょっと、この、静かな感じやめてもらえませんか。ソースって何の意味か調べてみたらさ、南って意味らしい。南？え、こっから南って言いたい？ああ！こういうことだったんじゃ。わあ、何この忍者みたいな、忍者屋敷みたいなカラクリなんなだ。まさか、こんな場所に隔離通路が。英語読めんかったらできないぞ。鍵。外へ繋がる扉。鍵。鍵、どこかで見なかったかしら。あったよ。ずっと気になっとった鍵、こんなところで出てくるの。つまり、ベル。ベル、ちょっと、爪が甘いことしたんか、あいつ。ここにさらっと鍵置いといてしまった。落としてしまった感じなんじゃ。仕事だったんじゃ。伏線だったの。すごいな。この展開は全然予想できない。ベル。それにしてもベル、お前。爪が甘いぞ。ついに、ついに、ここから出られるのね。出た先に何が待っと、何これ？え？ちょっと今出ていった感じ。え、ベル出てきちゃったよ。来ちゃ、戻ってきちゃった。アンジ、そこで何やってるの？俺が聞きたいわ。ベル、ここで何してったん？あ、ベル、ベル、これ見つけて。外への鍵をの、扉の鍵をベルントに奪われた。どうしてアンジェがこれを持っているの？こんなもの、アンジェには必要ないだろう。いや、お前が落としとったんやろが。お前、無防備に落としとったぞ、お前。これまでさ、ま、鍵があるけど、ま、いいや、何の鍵かわからないし、みたいな感じでアンジェが、ほっとっただけじゃ。
どういうこと？どういうことって何が？ねえ、返してよベル。それがないと外に出られないのよ。外？吸血鬼の特徴。外になんか出る必要ないだろ。ベル、何を言ってるの？困るんだよね、こんな場所どうやって入ったのさ。これじゃあアンジが外に出ちゃうじゃないか。へへへ、俺がパートにあたりで言った、ベルがアンジを外に出させないようにしたみたいな感じのことあっとった。あ、え、力を入れすぎたみたい。ドアノブが取れちゃった。そうかベル、お前この家にずっといたいから、ドアノブを簡単に取れやすい、壊れやすいようにクッキーで作ったな。なるほど、そして出られんようにしてここでずっと住んでいこうという魂胆やな、ベル。やるなお前。お前の仕業だったん？当たっちゃったやん。俺の予想が大体当たってしまっとったやん。一緒にいたかったからは知らんけどさ。マジか、毒毒の目。え、時折見せたあの目って吸血鬼の目だったん？どういうことベル？ねえ、まさか私をこの家に閉じ込めたのって。鋭い牙、尖った耳。ねえアンジェ、吸血鬼伝説って知ってるよね？ベルからその言葉聞いたら絶対何かあるよ。てかどういうことかもう察しがついとるよ。多分視聴者さんも。吸血鬼はこの村に害をなす恐ろしい存在のことさ。去年も現れた。そして吸血鬼は大量殺人を繰り返し、あげの果てにこの村の人間を一人吸血鬼にして去っていった。だからこの村には今も一人だけ吸血鬼が潜んでいるんだ。誰も内緒でこそりと。その吸血鬼がお前って言うんじゃないだろうな。やめろ、言うんじゃないぞお前。でもさ、血に飢える。ねえ、そんな秘密の話僕がどうして知ってるかわかる？え、結構勉強しとるとかそういう話じゃない？ベルンと意外と真面目で勉強しとるとかそういう話じゃない？そう言ってほしい。俺はそう言ってほしいですが。噛みついた。もしかしてシンシアがあんなもなったもん、ベルがこうしたけんか？だからシンシアがベルのこと嫌いって言おったん？伏線だったんそれも。嘘、そういうことだったん？ってことはシンシア血流しとったんもベルが定期的に血吸いよったみたいな、そういうことだったんじゃ。でもって何？今ベルがアンジェに噛みついたように見えた。これまでの謎が一気に解明されたかと思ったら、アンジェ無理やりでも鍵を無理やりやっちゃった。あ、アンジェ怖がらないで、外に出たらダメだ君は。ああ。アンジェ。アンジェも狼のところ出てしまったってこと？で、出ていったら、もしかして。え？何？これ？満月。ちょうど満月。
彼にとっての月は赤い。真っ赤な月。吸血鬼だ。吸血鬼を見つけたぞ。捕まえろ。処刑だ。処刑だ。あ、うふふ。そうか。ベル、アンジェにこうなってほしくなかったけん閉じ込めようとしたんじゃ。お前出てくるんや。皆様ご清聴ありがとうございました。これでこの物語はおしまいでございます。おや、不満といった顔をされておりますね。そりゃそうだろう。こんな不憫な終わり方はないわ。なーに、心配は無用でございます。終わりというものは始まりと同一なのです。旅の終わりを迎えたら、そこは新たな始まりでもあるのです。ご理解いただけませんか。つまり2周目やれって言うんだろう。大丈夫、劇場の入り口に戻っていただければすぐに和解になりますよ。さあ行ってらっしゃい。新たな始まりの幕開けでございます。なにこれ、俺の予想さんとなんか違いますけど、なんかベルサイドみたいな感じになってるね。新たな始まりとか、なんすかそれ、なんこれよくわからないね。多分これやったらあのところまで戻ってしまう新たな始まりっていうのが気になるけど、新たな始まりを選ばなあかんってことかな。というわけで、なんか、よくわからんけど、始まってしもうた。始まってしもうたね。なんか知らんやつを。というわけで、次回、新ステージ突入らしい。みんな期待してください。仕上げ。